今回訪れた町は大空町。人口約6774人のこの町には何があるのでしょうか。早速見てまいりましょう。どうぞ。さあ今回もやってまいりました、どんな町のコーナーです。早速見てまいりましょう。1番、豊かな自然と自慢の景観、ひまわり畑からの飛行機、網走湖、女満別湖畔の夕焼け、メルヘンの丘、朝日が丘公園、東もこと芝桜公園、めちゃくちゃ美しい景色がこの町にはあります。私が訪れたのが11月だったのが本当に悔やまれます。町の総面積に占める農地の割合は約 50% と高く、農業、酪農、漁業が盛んな町として知られています。続いて、空港がある町。大空町には女満別空港があります。コロナ禍前までは年間利用者が100万人ほどいる空港でした。これは世界遺産知床の玄関口として機能しているからです。女満別の地に開港したのはオホーツク海の気象観測を行おうとしたことがきっかけでした。それでは空港の展望デッキに行ってまいりましょう。飛行機がね、来るは楽しいんだけどな。これから飛行機離陸したり、水温だけ確かめますか。冷たいかな。おお。綺麗じゃないか。匂いしないな。お腹が空いた私は寿司お食事処トシさんで昼食を取ることに。トシ特別定食を注文。メニューに写真や内容がなかったので好奇心が勝ってしまい注文してしまいました。それがこちら。お刺身に天ぷらがついていてとても充実しておりました。
旅館の夕食のようですね。違う定食メニュー、一品メニューもあり、また訪れた際には頼みたいと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです。